ヌレークダムが作り出したバフシュ川の調水地、バフシュ川、ビクッシュリバー、タジク語、バクススは、タジキスタン共和国の最も重要な河川の一つで、アムダリア川の支流の一つである。タジキスタンでは、シルカーブ、キルギスでは、キシュルスーとも呼ばれるが、どちらもペルシア語、キルギス語で、赤い川の意味である。キルギスのオシュ州の荒い渓谷の氷河の溶水を、源とし、 同国を 262km 西に流れた後、タジキスタンを南西に 524km 流れ、アフガニスタイ国境でパンジ川と合流して、アムダリア川となる。そのため、夏季の7月8月は、最大となった水量が狭い渓谷に流れ込む。バフシュ川の水力発電はソ連、そしてソ連崩壊後はタジキスタンに利用されている。 タジキスタン国内だけでバフシュ水系に5つのダムが完成している。中でもヌレイクダムは現在世界最高の高さのダムである。これら5つのダムでタジキスタンの総発電量の90%を賄っている。タジキスタンではさらに4つのダムを建設、計画中で中でも建設中のログンダムは完成するとヌレイクダムを上回り包み高が世界一のダムとなる。 現在、タジキスタンの水力発電量は国民一人当たりでは世界一である。バフシュ川は地震活動による渓谷の斜面の崩落で流れがせき止められやすく、ダムにとって非常な脅威となっている。2002年の地震による地滑りを受けて、タジキスタン政府はアジア開発銀行から定理の借款を受け対策に乗り出している。ありがとうございます。